はい、皆さんどうもテントモです。というわけで今朝の6時に収録しているんですが、今ログインしたばかりなんですけども、で本当はね違う内容の動画だったんですよ。史上最大のやらかしっていうタイトルで出そうとしていて、でちょっと確認したんですよ。ログインして確認したところ、なんとねやらかしてなかったっていう奇跡が起きました。はいもう完全に、あ、終わったわ、もう終わりだわって、そう、もう完全に萎えてまして、やらかした、ああどうしよう、もう有志エンゲージどうしようっていうね、そういうレベルにちょっとなっていたんですけど、僕的に有志エンゲージ史上最大のやらかしだったと思ったので、ただ蓋を開けてみたら、というかいざ確認したら、勇気を振り絞って確認したところ、終わってなかった。はい、何のことか分かりますかね。はい、こちらです。はいすごろく、これ僕ね、まだ一度も回してないんですよ。マックスが250で、1個取り損ねてる感じで249なんですけど、これをね、一回も回さずに終わったと思っておりました。ついさっき確認するまで。だってさ、だって開催期限、もう過ぎてるんだもん。2023年7月19日3時59分59秒まで、4時ですよね。今日って7月19日ですよね。ね。だから、そう。で、7月19日3時59分59秒までっていうね、ツイートを見かけたんですよ。いくつかのツイートを見かけて。で、まあ、時すでに遅しというか、もう4時は過ぎていて。うわ!終わった!完全に忘れてた、終わった、しくった、しくじり先生絶望先生って感じだったんですが、ついさっきまで、終わってない終わってないですよね。回せないとかある？ダイスを触れないとかあるかな？開催期限の記載ミスか、ダイスを触れないか。まだダイスは振ってないので、ちょっと確認してみましょうか。でもこの愉快な音楽流れてるから、きっとアクシズ動くよね。いけアクシズ、あの忌まわしき記憶とともに。おお、いけた、いけた、池田さんありがとうやったー。はい、ということで、まあ僕みたいにね250個、約250個全く使わないで放置されていたっていう方多分いらっしゃらないとは思うんですけど、まあ僕は配信のために撮っていたので、ただね先日生放送ができなくなったので、どうしようかなと考えていたところなんですよ。生放送のアプリが使えなくなったので、毎回生放送でねすごろく回して、で毎回めちゃめちゃいい結果だったので、そう、めちゃめちゃ毎回いい結果だから、かなりもったいないことしたなーって思ったんですよ。まあ一番稼げるのが並走強化ポイントかな。毎回並走強化ポイントどれぐらいだっけ、あんまり覚えてないんですけど、めっちゃ稼いでた。はい、でまあ虹ハロもね、これからより大事になってきますし、虹ハロも貴重ですし、であとリサイクルポイントとか、この前のクランバトルで僕リサイクルポイント大量に使ったんですよね。大量に溜まっていたんですけど、12、3万溜まっていて10万使ったんですよね。そう、まあ主にそれぐらいかな。主に痛手は、もしすごろく回せなかったとして、まああとはチケットか、チケット10枚10枚、まあ10枚10枚、チケットはまあ並走強化ポイントですね、やっぱり。
で今回は過去最大の長さ期間だったスゴロクですよね。まあ、まだ終わってませんけど、まあでもあのスゴロク獲得が終わったんでしょうね。だいたい毎回スゴロクってあのスゴロクのそのダイスを1日5回獲得できてましたよね。あれが最初に獲得できなくなって、でその後まだ1週間とか猶予があったはずなんですよね。スゴロクをダイスを振る猶予が、そうだから、そう僕は毎日ダイスは獲得していたので、まだ大丈夫って思っていたんですよ。それが それが開催期限が過ぎていたので、えマジでってなって、うん、まあでも終わってなかったってことなので、これは記載ミスってことですよね。うん、まあそれかそのダイス獲得期限が2023年7月19日3時59分59秒までで、このでダイソー振る期限はまた別だから7月26日とか、まあ、もしくは今日のメンテナンスまでとか、だからまだ回してないっていう方はメンテナンスまでには回しておいた方がいいと思います。はい。でまあ僕もね、これから250回、まあ、なんとか11時までに回さないといけないんですけども、今回はちょっと動画はもうこれで終わりにしようかなと。うん、ちょっと実況をしながら回すのは非常にシュールになりますし、やっぱり生配信みたいにね、触れ合いながらチャットを読みながらとかじゃないとちょっと持たない僕が持たないので、はい、とりあえずこの後250回回したいと思います。はい、いやー本当に良かった、奇跡の記載ミス、ありがとう運営さん、ありがとう国安ダークネス。はい、ということで、はい、そんな感じの内容が180度変わってしまった動画でございました。助かりました。はい、まあでも運営さんミスってますねということで、まあこれを教訓にしてね、しっかり期限確認して早めにね、僕も配信とかしてなかったらね全然早く回すんですけど、何かネタはないかって考えているので、で残しておこうっていうね、そういう感じなので、はい、そうだから僕やらかしがめっちゃあるんですよね。ソシャゲめっちゃやってるからっていうのもあるんだけど、そうやらかし王はね誰にも譲らない。はい、ということで、はい、今回こんな感じで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。まあでもとりあえず一周回すか一周は回そうか。はい、どんな感じか。金ハロ、さあ、おーね、兵装強化ポイント50、めちゃめちゃ大事ね。そして、まあ、素材、経験値素材もまあ欲しいけど、まあこの辺はまあ最悪大丈夫。ね、二次ハロ6個。いいんじゃない？やっぱり僕、スゴロク運めっちゃいいんですよね。はい、そして金ハロ10からの、1、2、3、4。あー、2はいらん。1、3、4。6。6、あー、まあまあまあ。はい。さあ、スタート止まれるか。1、5。はい。ということで、一周達成でございます。はい。こういう感じで、あと、何回 ?240 回ぐらい回していきたいと思います。はい。では、本当にこれで終わりたいと思います。また会いましょう。